の名前はのべペン。そしてこの番組は君のラジオ放課後ペンギン放送局、ポップラ社の君とつながるエンタメノベル文庫君ノベルとラジオ局文化放送がコラボして、架空の街君の街にあるペンギン放送局から耳を通じてつながっていく君ノベルの公式番組です。今回もわっちゃん、しょうくん、そしてゲストの声優さん、あざかみようへいさん、アジーと一緒にラブオールプレイのお話をまだまだしていくよ。今日はどんなお話が聞けるかな。さあ、始まるよ。君のラジオ放課後ペンギン放送局。皆さんこんにちは。君ノベルの公式番組君のラジオ、パーソナリティの渡田美咲です。こんにちは。同じくパーソナリティの藤沢翔です。そして前回に引き続きお迎えしているゲストはこの方。ピンチの時に支えてやるのが相棒ってもんだろ。どうも、アニメラブオールプレイ榊翔平役のアジーです。アジー、今回もよろしくお願いします。喋るぜ。よっしゃ、お願いします。もう喋るぜ、よろしくお願いします。お願いします、はい、というわけでですね、ラブオールプレイ特集の第2弾、まあ、前回に続いてだからその2って感じですかね、うん、そうだね、うん、現在君ノベルで第3巻まで刊行中。読売テレビ、日本テレビ系で毎週土曜日夕方5時30分からアニメが放送中のラブオールプレイ、こちらの作品について、あざかみさん、アジー、そしてポップ友のみんなで一緒に熱く語っていきましょうという企画でございます。はい、ラブオールプレイといえばバドミントン。実はですね、こんなお便りをいただいています。なこさんです。なこちゃん、ありがとう。実はこれはね、わっちゃんに届いてた質問なんだけど、好きなスポーツはありますか。私はバドミントンです。学校でもバドミントンクラブに入っています。クラブで、というわけでなこさんはね、現役のバドミントンプレイヤーです。そうだね、すごいね、嬉しい、いいタイミングでお便りありがとう。ありがとう、ありがとうね。ちなみに私の好きなスポーツはね、テニスなんです。そうなんだよね、テニスが好きで。もともとテニス部だったから。あ、そうだったんだ。やっぱり大人になってもテニスが好きかなっていう感じなんだけど、今はラブオールプレイのおかげでなこさんと同じくバドミントンに興味津々でございます。前回アジーはバドミントンをやったことないって言ってたんだけど、その代わりにやってた部活とかってあるのかな。俺はね、水泳部、バスケ部、演劇部ってコロ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 部活を変えてたんだよね。いろいろやってたんだ。そうだから3年間これに熱中したとかじゃなくてね、変えて楽しんでたんですよ。すごい、興味あることがいっぱいあった。そう、最初は水泳だったけど、あ、バスケ楽しそうだなって言ってバスケ部に入る。すごいね。そう、最後は演劇部だったから演劇やって、お芝居って楽しいなってなって、こういう仕事に就くようになったっていうね。今に繋がるんだ。すごいね。そうなんだよ。そんなアジーさんと一緒に今日もラブオールプレイのお話盛りだくさんしていきましょう、アジーも準備は OK かな。みんなで集中していきましょう。おっしゃ、君のラジオ放課後ペンギン放送局。ここからはラブオールプレイに登場するキャラクターについて話していきましょう。はい、ここでですね、ここどうした、どうした集中。いや、よっしゃ、俺より早かった集中早かったね。集中集中、ここでですね、お便りが届いています。ありがとう。ハンさんです。ありがとう。ありがとう。ラブオールプレイ特集嬉しいです、私は声優さんの豪華ラインナップに惹かれてラブオールプレイを知ったアニメ派です、特に好きなのはユサさん。はじめはクールで高貴な天才プリンスかと思っていましたが、水島くんのお姉さんリカさんが絡むとプリンスが崩壊して恋する男子高校生になるのが好きです。あと、そんなユサさんを優しく見守りプレイでも唯一無二の信頼感を誇る横川さんも好きです。いや、アニメ見てるとみんなのことが大好きになります。今後みんながどんな成長をしていくのか、
横浜港の近所のおばさんみたいな気持ちで見守っていきたいと思います笑い、うん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。ハンサの推しキャラはユサさんなんですね。おー、ユサさんなんだ、珍しいな俺は思っちゃうっていうのは、榊がね、うん、やっぱり最初ヨウ君もそうだし、ツインズもそうだけどね、ユサさんに対しての印象が、ギャップがすごすぎて、あー確かにかっこよくてめちゃくちゃイケメンでね、しかも強いっていうね、なのになんかもう来たが中学生みたいな、俺たちの邪魔すんなよみたいな、嫌なやつみたいなね、最初そっから始まってるからね。確かにアニメの最初のセリフ、そうそうだったもんね。そうなんですよ。でもやっぱこの相棒であるね、横川さんをね、大事に思ってるっていうところは、ユサさんかっこいいなっていうかね、いい人だったんだっていうね。確かに嫌なやつじゃない部分を、悔しいんだよいい人なんだよこの人、ね、水嶋のお姉ちゃんね、リカさんのことになるとね、そうそう、なんか急にギャグのねキャラクターになるっていうのがね、確かにそこがね、いろんな顔持ってて面白いんですよ、さん見れば見るほどこう面白くなっていく、そう、ね、なんかよりアニメだとやっぱ表情がわかるから、すごい、こんなに真っ赤になるんだみたいなのがあって、すごい面白いな、ね、可愛らしさすらある、せっかくなので、榊翔平を演じているアジーに、ズバリ推しキャラを聞いてみたいと思うんだよね。聞いてみたい、ね、ノベペも聞いてみたいよね、アジー教えて教えて、教えてあげたいけど、その前に俺はわっちゃんと翔くんの推しキャラを誰なんだろうっていうのは先に聞いておきたい。聞いちゃう、あーなるほどね、サカキだよね、ね、サカキは大好きだよね、前回ちょっと話したんだよね話してたみたいじゃん、そう、一緒だったよね、一緒だったの、翔くんとわっちゃんの推しキャラ、推しキャラが、いや照れるなかぶっちゃったそこ、サカキって、せーの、アキラくん、アキラくんかいいや違うんだよ、あのね、榊も好きなんだよって話になったよね、なった、ね、すぐ榊の話になったから、そういいよ、なんか傷つくわ本当だよね、あでもアキラなんだ、このチームで今自分ができることは何なのかっていうのを常にポジティブに考えてるし、唯一の初心者なのに、そういうところになんか僕は初心者なんだみたいな風に思わずに、普通に楽しんで頑張っているし、みんなで盛り上げていこうと思ってるし、特進クラスっていうのもかっこいいし、そう、ね、頭脳派でこうみんなのことを分析してね、アドバイスしてね、すごいいいんですよ、めっちゃ好きだね、言う言葉もすごくいいんですよ、めちゃくちゃ言うやん止まんないじゃんまあでも本当アキラいいよね、俺もわかるよ、わかります、アキラってさ、もちろんその自分が練習上手くなっていきたいっていう気持ちもあるけど、ちゃんとその部員たちのことをサポートに回って、そうなんだよ、そう俺はなんか若い時とかもさ、俺が主人公だっていう気持ちでさ迷惑かけたりもしたけどさ、そういう時から他の人のために尽くそうとか、そういう風に考えられる人ってすごく素敵な人だと思うね、でも素敵、だよね、サポートに回ったりとかね、だから俺もアキラはねすっごく好きだけど、推しって言われると、いやでも悔しいんだけど、ユサさん好きなんだよね、うわユサさんなんだ、いやユサさんさっきも結構話しちゃったけど、なんかあのコロコロ変わる表情とか、なんかすごい素敵だなって思うし、なんか最初はすごい嫌な先輩だなみたいなのはあったけど、でもリアルだよね、こういう人いたなとかさ、そうなんか部活の時に当時はうわ厳しいとか、怒られるの嫌だなとかって思ってた先輩が、今思えばやっぱ本当にその部活が好きで、本気でやってた結果で僕に言ってくれてただけなんだなみたいなのをちょっと経ってから分かったの、うわそんな熱い思いでやってたんだって思って、僕も当時からそうやって頑張ってればもっといい結果残せたのになみたいなところがあったから、やっぱ振り返るとさ、言ってしまえば一つ二つしか年って変わらないけど、あの時の先輩ってずっと先輩じゃん、当たり前だけどさ、でもあの時のままのなんか超えられないかっこいい憧れのっていう先輩はずっと変わんないんだよね、その時の記憶でずっと残ってるからさ、
そうそうそう、なんかそういうのを考えるとね、嫌な先輩だなって思う人ももちろんいたけど、ちゃんと考えてくれてたんだなとかね、うん、大人になって思うよ。うん、そうですよね。そう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 、だから遊佐さんが推しキャラかもしれないな。そうなんだ。こういうキャラ多いよね。多い、もう本当に。でも榊じゃないんだ一番は。いやもう同率だよね、ほぼほぼね。みんなね良すぎて、ね、ほら榊が一番って人はね大事にしてあげてくださいよ、ね、うん、そうだね。松田ばっかモテてさ。なんか松田も榊とさ三春亭で喋ったりとか、そうだ、ね、なんかちょっと見えないところでも仲良くしてる感じがあって、うんうん、そこのおかげで表情柔らかくなってきて、榊のおかげなんです、するよね、榊のおかげ。いろんなこと結構榊のおかげだから。そうだよ、そうだね、じわじわクリアだから。榊の良さは後から来るから。そうだよ、榊最高、うん、ありがとう。榊ありがとう、やったぜ。はい。アジーはそんな推しキャラたちの声を担当する声優さんたちと一緒にアニメ、ラブオールプレイという作品を盛り上げていってくれてるんだよね、うん、アニメの収録現場って他のキャストの皆さんとはどんな風にキャラクターに声を吹き込んでいくのかな。うんうん、アニメのラブオールプレイのお話聞かせてください。よし、まずアニメの収録っていうのは、うん、マイクがね何本か立ってるんですよ、うん、で目の前にまあモニター映像を流すような、まあ、テレビみたいなのがあって、うん、そこにまあまだアニメがこう全部出来上がる前の塗り絵みたいな状態の絵が、うん、そうそうそう、それが動画として流れていくんですよね、うん、それに我々が、あ、榊の番来たなって教えてくれるマークみたいなのがあるね、榊って書いてある、うんうんうん、その間に榊はセリフを喋り、で他のところのセリフはこの人が喋りみたいなので、みんなでこう掛け合っていくっていうか、今はまあこう分散収録って言って感染対策として3人とか4人とかで収録してるんだけど、それまではねもう本当に全員いたんですよ。 2,3 年前はもう20人とか30人とかで撮る時もあった。そう、それにこうマイクを入れ替わり立ち替わりね、自分のセリフを喋ったら自分は弾いて、そこに次喋る人が入るっていう、このマイクをね奪い合うわけじゃないんですけど、譲り合う、譲り合う形で、さっきマインド、さすが僕の番だみたいな、そうそうそう、譲り合う形で、次々セリフを収録していくっていう、そういうのをやってたんですけどね。今はもう自分のマイクをちゃんと立てて、そこに自分のシーンを演じながら他の人のセリフを取ると、それが後々こう音楽と色とそういうものがどんどんついてって、みんなが見てるアニメになっていくってね。いろんな人の力でね、声優だけじゃないんですよ、たくさんの人が関わってねアニメっていうのはできてるから。クレジットって言ってね、オープニングの時とエンディングの曲が流れてる時にいろんな人の名前がバーって出てると思うんだけど、 あれがもう全員関わってるってことだから。そう、ちょっと僕が気になるのは、他の役の声優さんとやっぱおしゃべりしたりするのかなっていう。水島役のね、リオ役の花江くんはやっぱダブルスってこともあるし、年もね一緒なんだよ。あ、そう、花江くんはそう、だから結構花江くんとはゲームの話したりとか、この間はサウナ一緒に行ったよ。仲良し。すごい、すごい、本当になんか部活の後みたいな感じでね。そうそうそう、仲良しだ。結構ねそう、向こうが誘ってくれてね、みんな2人で行ったわけじゃないんだけど、何人かで一緒に行ったりとかして楽しかったな。やっぱそういうプライベートな時間とかをこう共有していく時も、作品のお話とかってしたりでするのかな。ああ、するする。あのシーンはもう少し榊がワンってやってよかったのかなとか、あのアドリブに対してめちゃくちゃ面白く返してくれたねとか、そういう話はしたりするし、もちろん他のメンバーがね僕より先輩になるんですよね。だからアキラ役の梶裕貴さんとかも、あ、こういうシーン懐かしいねみたいな、高校の時こうだったねとかっていう話もしたりするから、結構仲良くなる雰囲気っていうか、わちゃわちゃとかいう空気ってやっぱりお芝居のねやりやすさにもなってるから、みんな緊張してさガチ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 してるとさ、なかなかねお芝居もうまくできない。仲良しになるのはやっぱいいことだからね。現場ってお家でその台本を読んで、アジーが一番最初に榊くんに対して抱いたイメージと、
監督さんとかが持っていたイメージっていうのがあると思うんだけど、うんうん、現場に行った時にそれはもう最初からぴったんこだったの？まずオーディションがあったから、オーディションで選んでもらったっていうのが多分一つの答えではあったんだよね、うん、そうで実際初めての収録の時に、うん、もうちょっと榊は自由に明るく、うん、声でかめでうるさくみたいな風に言われて分かりましたって言って、じゃあもううるせえっていうぐらいまで、うん、わーってやってやろうって、うわーすごい思ってやったら、うん、今度はもう何も言われなくなったね、あーすごい自由に強い自由にやりすぎて、これはちょっと大丈夫かなっていうぐらい自由にやっても、うん、何も言われないから、すごい前回のね放送の時にね、アジがアドリブすごいしてたって言ってたけど、うんうん、あのやっぱり台本に書かれてることを基本セリフとしてやるんだけど、うん、ここはわちゃわちゃってしてて特に決まってないセリフのところは自由にやってくださいっていう風に言ってくれるんだけど、特にツインズとかは割と自由にやってるね、うん、あ、確かにツインズはわちゃ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 いつもやってるから、そう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 、だからまあそこはアドリブで俺も加わったりとかはしてたけど、その中でグッとあのパワーのレベルのアドリブがいけるっていうのがやっぱり榊マインドなんだなって尊敬するポイントだなっていうふうに思うね。え、じゃあそんなアジがお気に入りのシーンとか、あー聞きたいな、榊のお気に入りのシーン、現場でやってて楽しかったなっていうシーンとかあったりしたいよね。あ、まあこれね多分アニメではこう聞き取れないのかもしれないけど、うん、そういうのめっちゃ聞きたい。アドリブでやったのが、ユサさんが、まあ、試合してる時に観客席で観戦してるんですよ、うん、この榊たちが、うん、榊がうわーみたいなところでアドリブでね、うん、やってくださいって書いてたから、ユサさんがバーンって相手に得点を決めてうわーってやってるところに対して榊が、うん、いいぞユサさんってこういうセリフもあったんだけど、これは、うん、いいぞ腹黒プルまで言って、うん、ユサさんって言い直すっていう、うわすごいリアル。最初ね腹黒プリンスとか言って言ってたけど、それをあやべあイサさんみたいな、うわすごい、そういうのは入れたりしてた。言いそうだな榊だったらって、だからいつもの感じで言おうとしたら、ああ間違えた、イサさんみたいな、うわすごい、そういうのはアドリブでやったりとかしました。ちょっと探したいね。そう聞きたいよね。聞けないかもしれない。聞かれないと思うな、聞かれないから。探せたポップ友はぜひ教えてください。お願いします。よろしく。はい。そしてのべペンもね、うん、アジーが来るって聞いてから知りたがってたアニメの話聞けてよかったね。うん。ラブオールプレイのアニメを見るのがもっと楽しくなっちゃう。アジーありがとう。こちらこそありがとう。うん、アニメはもちろん君ノベルで第3巻まで刊行中の本も一緒に読むと、こうそれぞれの違いであったりとか細かいところの復習だったり、さっき言ってたシーンとかね、両方たくさん楽しめておすすめです。ポップ友のみんなもぜひラブオールプレイをもっともっと楽しんでね。はい、ということで、うん、アジー、はい、君のラジオはいかがでしたか？なんかね、前回喋り足りねえよって言った分、今回すげえ長いよね。すごい喋っちゃったけどね、まあでもそれぐらいこのラブオールプレイって作品は話したいことがたくさんあって、うん、作品のこともそうだし、榊のこともそうだし、うん、あと裏話とかもねもちろんあって、なんかそういう一体となってみんなのねアニメに届いてるのかなって思うとすごく嬉しいし、なんか僕だけじゃなくていろんなスタッフさんが関わってあのアニメーションができてるんだなっていうのはね、知ってもらえるとすごく嬉しいなっていうふうに思いました。はい、楽しかったです。だからいやよかった。でも僕たちももうすっかりですね、うん、ラブオールプレイの大ファンになっちゃいました。 ありがとう。大ファンです。おやったいただきました。大ファンです。はい、これからもアジーが活躍するアニメと君ノベル、どちらでもラブオールプレイを追いかけていきましょう。はい、ということでですね、2週にわたってお迎えしたのはアニメラブオールプレイ榊翔平役の浅上陽平さん、アジーでした。アジーありがとうございました。ありがとうございました。終わり？アジーもっと喋る？いや結構喋った。ということで僕は届いたからみんなにアジーありがとうございました。ありがとうございました。またね。君のラジオ放課後ペンギン放送局、君の
ーベルの公式番組君のラジオ放課後ペンギン放送局いかがでしたか。いかがでしたか。いや本当盛り上がったよね。盛り上がったね。聞けないような話も聞けちゃったんじゃない、うん、みんな知らないこといっぱい聞けてよかったよ ね、 ね。これでみんなもアジーとポプトモです。おお、はい、やった。よろしく。そしてですね、なんと今回君のラジオから初めてのプレゼント企画です。うわ、今回の特集を記念してラブオールプレイ3巻交わる翼にゲストのあざかみ陽平さん、アジー、そして僕たちのサインを入れて抽選で3名様にプレゼントします。おお、すごい、うん、応募は君のラジオのメールアドレスまでお願いします。タイトルにプレゼント応募、本文にお名前とご住所をしっかり書いてね。はい、当選者の発表は発送をもって返させていただきます。これはちょっと難しい言葉でですね、よくラジオで言うんですけど、当たった子のお家にだけプレゼントが届くので楽しみにしててください。誰に届くかな、ね、楽しみだね、はい、応募待ってます。はい、そしてもちろん君のラジオではみんなからのお便りもお待ちしています。はい、メールアドレスは君のアットマーク joqr.net、 kimino@joqr.net です。はい、メールアドレスを持っていないよというポプトモのみんなはお便り用フォームから送ってね。うん、君のベルのホームページ君の街のトップにあるラジオのバナーからアクセスしてください。僕たち2人が話しているいつものイラストが目印です、うん、それぞれのコーナーへのお便りも待ってます。待ってます。次回の配信は8月10日水曜日夜6時頃です。はい、1週間後にまたお会いしましょう。お会いしましょう。それでは君のラジオ今日はここまで。お相手は渡田美咲と藤沢翔でした。バイバイ。わっちゃん、しょうくん、アジお疲れ様。サカくんみたいに明るくて声が大きいアジ、ラブオールプレイの楽しい裏話をいっぱいしてくれてありがとう。みんなも君のベルのお話がたくさん聞ける君のラジオ一緒に楽しんでいこうね。それじゃあ僕もそろそろバイバイ。君のラジオ放課後ペンギン放送局。